コロッケプレゼンツプリンセス天功とゆゆキャットのキングのマジカルミュージック 88.5MHz レインボータウン FM からお届けしています。ここではないどこかへあなたを誘う音楽番組プリンセス天功とゆキャットでお送りする男気牛タンコロッケプレゼンツキングのマジカルミュージック今月も始まりました本日で第4回目となります、はいマジカルミュージックなんですけれども、ドリーマーの皆さんに感謝の言葉から始めたいんですけれども、はい、なんとこの男気牛タンコロッケがこのラジオ放送当日からですね、はい、たくさんの方がやっぱ美味しいから、はい、やっぱり1回食べた方もね、はい、2度3度ってなるかもしれない。ゲットして召し上がってくださって、うん、それをですね報告してくださって本当にもうこれはコロッケ超えてるともう牛タンを食べてると本当に美味しいということもたくさんいただきました。皆さんありがとうございます。まだまだね通販で、うん、ご購入いただけますしキングのクーポンを入れていただきますと100円引きになりますのでぜひこの機会にゲットして召し上がっていただけたらと思います、はい、そしてですね前回告知させていただきました、はい、私たちキングのフリーライブこちらお台場で開催させていただきましたけれども本当にたくさんの方が来てくださいましたね。それに楽しかったしもう身近に皆さんのお顔が見えたりとかしたんで楽しかった。そうです。もう私からしたらですよ、フリーライブそしてお台場に天功さんが降臨なさるだけでもすごいのに距離で天功さんを見れるってなかなかないですよね、うん、ありがとうございます。もう私ももう本当に楽しくって夢にまで見ました。あ、嬉しい夢にまで見ました。私がこうプリンセス天功さんですとこうお迎えさせていただいた時にものすごい色鮮やかなお衣装を着てくださって、うんはい、もう誰よりも多分今世界中で目立ってるんじゃないかっていうぐらいのお色味でしたけれども本当、見たことのない赤色みたいな朱色というかそうもうね全部が全部ね、はい、手作りというか染めるのも何も全部一点物でやってもらってるんで、すごかったですよ、はい、写真とかね天功さんのブログだったり、うん、ユキャットの X だったりに載ってるので、ぜひ見ていただきたいんですけれども、はい、私すごい印象的だったのがそうお衣装もそうなんですけど、うん、ものすごい笑顔でこう来てくださったじゃないですかずっと笑ってくださっててそうあれは近いっていう感じだったんですか。もう近いし、ね、皆さんの顔がもうすぐにもう30センチぐらいで見えたような感じがしたんでだいぶ近いでもそれぐらいの距離感でしたよね。そうなんですよ、うん、なのでやっぱ皆さん天功さんがいきなりお台場に来たので、うんもうすごい人だかりに一瞬でグワッてなってもう全スタッフがもうたまらないでくださいって言うなるぐらいすごいもう本当大盛況で皆様にお届けできた本当初めてのねフリーライブだったのでこれまたやりたいですよね。やりたいですね。ぜひ皆さんキングを呼んでください。ぜひお待ちしてます。ということで本日も始めていきましょう。私たちのジャングルにドリーマーの皆様をおもてなしいたします。1曲目にお届けする曲は私たちのです。キングでマジカルジャングル。お届けしました。今曲が流れてる間にもすごくいろんな話を聞かせていただいてたんですけれどもそのライブ中にこのマジカルジャングルもお届けしまして、はい、でその時天功さんすごい素敵なこう皆さんに愛をお届けしていたということで実はさっき教えてもらったんですけど愛しているという指文字をしてくださったんですよ、はい、そうです。愛してるこれをすっごい素敵なこの指の動きをこう歌ってる最中にしてくださってるなっていうのは私も横目で見てたんですけれどもまずこう指文字だったとはそう全世界いろんなところに行ってフィナーレの時は必ずこう指文字でね愛してるっていうやってハートでボーンと突き刺す。そうなんですよ。愛を。もう愛してるの文字もそうですし、ハートを描いて矢を放つ。もうこれにみんなロックンなってました。しっかり射抜かれてました。たくさん本当にペコさんにちゃんとステージ上から愛を届けてくださるから、はい、もう皆さんもメロメロでした。もう私もお客様がもう30センチぐらいにいるんで。あ、そうですね。もう本当に近い。すごい楽しかった。なのでぜひね、キングのライブは生でね見ていただけたらなと思います。ということでこの時間はラジオを通して世界旅行ができる世界中の音楽からドリーマーの皆様へ音楽をお届けするこのコーナー、ミュージッククルーズ。はい、ということで前回はラッパーの原点ともいえるスイスのミュージシャン、イエローからレースをご紹介いただきました。そうですね、今回はユキャットさんが紹介してくださるんですよね。はい、します。今回はですね、もうどうしようかなってすごい悩んだんですけれども、ちょっと私のね音楽のルーツといいますか、日本の曲を今回は紹介したいと思います。私とってもボカロ曲が、ボーカロイドですね、皆さん知ってますかね。ボカロ曲もたくさん有名になってるのでご存知だと思いますけれども、有名なところでいうと初音ミクですね、そういったボカロ曲がすごい好きで、もともと私が出会ったのがもう2008年ぐらい、もう本当初期の初期だったんですけど、私が組んでいるリズムというグループを初音ミクがこうカバーしてくれているのが YouTube で見つけて、そこから出会ったのが出会いで、いろんな曲があって、やっぱりこう人間技じゃない曲がたくさんあるのがすごい好きで聞いてたんですけど、天功さんはボカロ曲とか初音ミクとかご存知ですか？もうね、ボカロって言うとね、すごいね、怒られちゃうような話があって、何でしょう。私メイコとかカイトの時代に実は会社のよくご存知ですね。メイコとかカイトが言えるのはすごくご存知だ。その会社のね社長からねオファーいただいて、それでイルージョンをするそういうような形の5体ぐらいを作りたいってんで、会社の社長がねお話に来たんですね。そうなんですよ。それでうちの会社の社長が、あ、それいいね、でもすごいお金かかるしって、じゃあその時はよろしくお願いしますって終わったんです。そしたら今度うちの会社の社長が私を呼び出して、あれお金かかるよ、やるって、それともヘリコプターの方がいいって言われたんですね。で、私ヘリコプターその時欲しかったのね。ロビンソンが欲しかったから、じゃあ私ヘリコプターにするっていうふうに言ったんで、だからボーカロイドって聞くとドキドキしちゃって、この間もなんかボーカロイドご存知ですよね言われた時、どうしよう怒られるとか思って、じゃあお声がかかってたってことですね。天功さんボーカルと作りませんかってお話が来てたってことですね。でもうちの会社的にはまだそれ生きてますので、それキングで今度やりたいと思います。キングの声で皆さんもライブの声どうですかね。やっぱもう今もたくさんのボーカロイド出てて、それこそガクトさんの声だったりとか、ガチャピンの声だったりとか、本当にいろんなキャラクターがいるので、天功さんがあってもおかしくないなと思ってたんですよ。もう実際に来てました、もうとっくに。でもその時はヘリコプターだった。ロビンソン取っちゃった。いや、それはもうね、イリュージョンとしてヘリコプターはマストですからね。ということで、もうまさかのお話が聞けたわけなんですけれども、今回はですね、初音ミクの曲でちょっとこの曲を皆様にお届けしたいと思います。レルリリで脳症炸裂ガール。お届けしている曲はレルリリさんで脳症炸裂ガールです。この曲も12年ぐらい前の曲なので、ちょうどこのなんか初音ミクにこう高速で歌わせるみたいなのがすごい流行った曲なんですね。なんか踊りやすい感じですよね。私こうやっぱり私がボカロを好きになった理由が、曲中の中でリズム感が変わったりとか転調したりとか、なんかこう違う曲がくっついてるんじゃないかぐらい全然違うものが入ってきても違和感なく戻ってきたりとか、なんかあ、音楽ってやっぱり自由なんだなって思わせてくれたものが結構ボーカロイドだったり、私たちのキングの曲もなんかこういろいろといろいろ声とかで遊んだりとかしていくのもいいなってアイデアをいただいたので、天功さんからなんかいろんなジャンルみたいな感じでねやったりとかして面白いと。普段この番組でも皆様にこうね世界旅行をという感じでいろんな世界の音楽をお届けしてますけれども、ここに載せれないぐらいたくさん私最近いただいてるのでこれからのキングの楽曲もね皆様楽しみにしていただけたらと思います。このマジカルミュージックではですね、ドリーマーの皆様の感想や質問も随時募集しております。 E メールの方はinfo@885fm.jp まで、ホームページリクエストホームからの場合はレディオ19ボックスを選択いただきまして、キングのマジカルミュージックアーテまででお願いいたします。こちら YouTube の方にもたくさんドリーマの皆様からメッセージいただいているので、ちょっと紹介していきたいと思います。今日はですね、キングくんがすごくいち早くスタジオ入りしてくれたみたいで待ってたよっていち早くスタジオ入りって笑ってくれておりますありがとうございます。クーポン期限はそうですね、今月いっぱいは使えると思いますので、ぜひ皆様牛タンコロッケ召し上がってみてください。フリーライブ楽しかったですと、ありがとうございます。来てくださったからのメッセージも来てます。衣装かわいいですねということで、今日も本当に素敵なお衣装天功さん来てくださってますけども、なんかいろんな絵がぐるぐる描いてあるような、これは見たことのないから、そう横忠則さんが描いてくれたので、描いてくださってます一点物ですねということは、すごい素敵なお衣装、ね、今日はちょっと暑かったからね。そうですね、もうすっかりなんかちょっと、でも今日ゆかたさんもお耳も可愛いし、ありがとうございます。すごくなんかこうファンシーでフリフリしてます。フリフリしてますよだいぶフリフリしてます。あ、私そういうの大好き。でも海外行くとそういうのばっかり着てる。本当ですか、うん、そうフリフリ今日してます。あ、後ほどね写真載せますね皆様はい。あ、先ほどの天功さんのハートの矢に射抜かれましたって、はい、ありがとうございます。今射抜かれましたというハートのいいこといっぱいありますよ。ありますよ、間違いないです。そういうなんか先ほど入れてもらった指文字みたいなのって、はい、うん、やっぱりこう日本だけなのかと思ったら世界中で共通なものなんですね。詳しいいろんなことっていうのは、はい、言葉とかっていうのはそれぞれ違うんですけど、うん、はい、でも愛してるとか、うん、どうぞとかいろんなそういう簡単なことっていうのは大体共通なんですよね、はい、うんうん、だから海外に行ってもちょっとその指文字を覚えてると、これはどこですかとか、美味しいですとか、そういうような感じでちょっとそういうようなのを覚えてると全世界共通なので、そうですよね、言葉を覚えるよりも確かにそっちの方が伝わったりするかもしれないですもんね。体を動かしてるとちょっと楽しいじゃないですか。やっぱもう世界中をね行ってらっしゃる天功さんなので間違いないですよね。あ、皆様今聞こえてきました、はい、ちょっとキングくんの声がやってきたということは、こちらのコーナーに行きたいと思います、はい、本日もバーチャルウィッチのリンさんに今月のラッキーさんとアンラッキーさんを聞いてみましょう。バーチャルウィッチのリンさん、はーい、天功さん、ゆきはたさん、ラッキーにお過ごしでしたか？バーチャルウィッチのリンがお送りするラッキーオアアンラッキー。今日から1ヶ月の間に一番ラッキーな人と一番アンラッキーな人をピックアップしてお届けします。ドリーマーの皆さんの運試し楽しんでくださいね。それでは早速チェック。今月の一番のラッキーさんは水亀座さんです。周りからのお誘いで美味しい食事を堪能できそう。特に2月4日生まれの水亀座さんは異性からの告白の暗示も、モテすぎに注意してね。そして今月のアンラッキーさんは天秤座さんです。言った言わないの口論に巻き込まれそう。特に10月15日生まれの天秤座さんはお人よしが過ぎて巻き込まれ率がアップ。危ない空気の時は逃げることも大切です。そんなアンラッキーさんにも開運におすすめな音楽は昭和の歌謡曲。懐かしい音楽で頭の中を一旦リセットしましょう。リンの一押しはダカーポの野に咲く花のようにかな。聞いていると心が洗われるとともに、なぜかおにぎりが食べたくなるんだな。それではドリーマーの皆さん、ラッキーにお過ごしくださいね。チャオ。リンさんありがとうございました。今月の占いを参考に活動してみてくださいね。88.5MHz レインボータウン FM からお届けしています。男気牛タンコロッケプレゼンツキングのマジカルミュージックなのですが、もう残す時間もわずかとなりました。いつもあっという間ですよねもっと聞きたい話がたくさんありますけれど、また来月お会いできたらと思いますが、冒頭でもお話しましたけれども、フリーライブだったりこの番組だったり、なんかもっともっとこうドリーマーの皆さんに会ったり、こうやって直接ね、お話ししたりとか、いろいろコミュニケーションが取れる機会が増えたらいいなと思っているんですけれども、せっかくなのでこうドリーマーの皆さんの夢とか、ちょっと教えてもらいたいなと思ってまして、ね、はい、やっぱ私もここ最近ずっとこう天功さんにお会いする機会がたくさんあって、会うたんびに本当に元気だったりとか夢を見る力だったりとかもうパワーをもう尋常じゃないぐらいいただくんですよ。だから天功さんに会った日すっごい元気すぎちゃってなかなか寝れないさらに寝れなくなっちゃうぐらい本当になんかもうアイデアが溢れ出てきちゃうぐらい本当に楽しいので、もうぜひ皆様にもそれをちょっと体験していただきたいなと思って、ちょっとせっかくなので皆様の夢をぜひ今後募集していきたいなと思います、はい、天功さんがなんと皆様の夢におまじないをかけてくださるそうですよ、はい、これ一番もう全世界共通で一番強烈なすごいおまじないいきますわ。これちょっとせっかくなので、はい、ちょっと今日それちょっと見たいなと思いまして、局長、はい、局長突然なんですけれども局長いかがですかね。天功さんにちょっと夢もしあったらおまじないかけてくださるそうなのでちょっと教えていただいてもいいですか。夢ですか、はい、そしたら最近温泉に行ってないんで温泉行って、はい、で帰ってきて牛タンコロッケを食べたい。いい話ですね。なんかそれぐらい忙しいですね今。そうです。じゃあこれちょっと天功さんおまじないかけていただいてもいいですか。Okay, everyone listen. Okay, let the magic bean start fire. これは叶いました。これはきっと叶います。叶ったらぜひ報告していただけると嬉しいです。ドリーマーのね皆様の夢もぜひお持ちしております。はい。